世間に知られたらまずいことでもあるんですか？世間体ですよ。何一つ後ろめたいことがなくても、私が犯罪者の息子だと分かれば、あなた方マスコミはあることないことをいやらしく書き立て、世間はあたかも問題があるかのように私にレッテルを貼る。それによって先生にご迷惑がかかると思ったんです。それはマスコミへの偏見です。そうでしょうか。マスコミの本質だと思いますが、いずれにせよ私は先生の政治家としての才能に心底惚れ込んでいます。それこそ高校時代から。清家一郎は将来の総理になるべき人物であり、彼を総理にするためなら私は自分の持てる力を全て捧げようと誓ったんですよ。